はい、今回はですね、ベストカー2022年6月10日号ですね、をご紹介します。まずですね、こちらからいきましょうかね。新型プリウス&再びクラウン競争局というところからね、いきます。まあ、スーパースパイスクープですね。でですね、まあ、トヨタクラウンですね。で、FR クラウン2025年復活かと、ね、いうことなんですけども、あとですね、SUV モデル開発凍結ということですね。で、これはですね、2020年の秋にですね、クラウンがですね、縦置きエンジンの FR から、まあ、横置きエンジンの FF になりですね、しかも SUV になると、ね、SUV に生まれ変わるっていうね、情報が流れました。でね、調査を続けると、SUV でなく、まあ、セダンも残すが、そのセダンがフォードアクーペになるんじゃないかと。なんで、SUV とフォードアクーペのね、2本立てになるんじゃないかとね、いうことでした。で、まあ、今年のね、6月にですね、まあ、FF ベースのですね、まあ、フォードアクーペっていうのはね、まあ、これはね、登場するそうです。で、SUV の方は、まあ、販売店サイドのね、強い反対でですね、まあ、開発を凍結ということです。まあ、そのね、まあ、開発凍結のね、理由ですけどもね、やっぱね、現行のクラウンっていうのはね、やっぱ幅がね、1800ミリにしてありますね。それがですね、1850以上ね、今度幅がね、広がりますんで、まあ、販売店がね、それに難色を示してるそうです。で、クラウンブランドで、こんなに大きな SUV など売れるはずがないというね、意見だそうです。で、開発がですね、まあ、8割方ね、この SUV のね、開発終わってたんですけども、まあ、凍結ということです。まあ、それだけね、まあ、反対が多かったんじゃないかということですね。過去にね、あんまりこういうことないそうですね。まあ、代わりにですね、まあ、現行の FR クラウンベースですね。なので、要はプラットフォームはですね、GAL プラットフォームですね。の、ナロー版というかね、まあ、幅の細い版のね、プラットフォームを使うそうですね。で、基本的にはですね、まあ内外装をね、変えるだけのね、スキンチェンジになるそうです。で、このね、FR クラウンベースのね、車はですね、2024年中にデビューするんじゃないかと。で、6月にね、デビューするね、FF ベースのクラウンね、ちょっとおさらいしておくと、まあこのフォードワクーペのスタイルで、まあ、パワーユニットがですね、2.5 リットルのガソリンエンジンのハイブリッドですね。4気筒ですね。あと、2.4 リットルの、まあ、4気筒ターボですね。ガソリンですね。で、名前がね、クラウンプラスにね、なるんじゃないかというね、ことが噂されてるそうです。ね。まあ、情報が入ってるということですね。で、SUV はね、凍結なんですけども、まあ、このね、ね、クーペのクラウンの、まあ、ワゴン版ですね、シューティングブレークの形をしているワゴンですね。こちらはまあね、ちょっと追加されるかもしれませんよということですね。はい、じゃあ続きましてですね、速報スープラ 6MT 設定ですね。まあ、4月28日にね、一部改良を受けたトヨタスープラです。で、RZ グレードがですね、まあ、387馬力のやつですね。3リッターの直六ターボです。で、8速 AT に加えてですね、6速 MT が、まあ、新規設定されるそうですね。で、これがですね、オーストリアの
マグナシュタイヤで生産されるそうです。で注目がですね、オプションのですね19インチホイールのね、まあ、タンゾホイールですね、1本ね 1.2 キロね軽量化されているそうです。で夏に商談開始、ね、受付するというんですね、商談がね。で納車は秋からですね。でこれはですね日産のねフェアレディ Z と、まあ、スケジュールがね、似たようなスケジュールになりますんで、まあ、スープラ対フェアレディ Z のですね90年代の熱い戦いが再び繰り広げられるということです。はい、続きましてですねトヨタプリウスのお話です。超スポーティー新型プリウス、デビューは2023年2月で決定と。プリウスはファミリーハッチバックからスポーティーフォードワクーペに華麗に転身を遂げると。トヨタはですね、実用車は SUV に任せ、セダンやハッチバックは今後スポーティーなモデルに特化させると。プリウスの現行燃費がですね WLTC モードでですね 27.2 からですね 32.1 キロです。でパワーユニットはですね新型も同じですね1800の4気筒ですね。でハイブリッドがですね、まあガソリンエンジンはね一緒なんですけども、ハイブリッドがですね、5世代目になるということですね。なんでこのね、5世代目のハイブリッドはですねノアとかボクシーにね初めて搭載されたねシステムです。でノアとかボクシーはですね燃費が 23% ね向上してますんで、このことから考えると、まあ、プリウスの燃費がですねリッター40キロぐらいになるんじゃないかということです。で、まあ、半年ほどね遅れてね PHEV がですね登場しますということです。まあそんな感じでしょうか。それではですね、まあ気になった方はね本屋さんとかね、コンビニで買ってもいいし、うちのお店もにもね置いてありますんでね読みに来てください。それでは今回の動画は以上になります。